おはようございます。ただいま朝の6時ということで、今からね、秋田の方に行きたいなと思います。夫婦でレッツゴー。これおしゃれなの、この花の割り方。割れへんやないかい。はい、我々は秋田県へ到着しました。これは何という町ですか？ちょっとわかんない。かごに館って書いてるじゃん。来て、ちょっとね、昼ご飯を食べに来ました。で、その後、乳頭温泉に行きたいなと思います。インスタでね、視聴者さんから乳頭温泉いいんですよって言ってもらったんで、行きたいなと思いますので、先にきりたんぽを食べると見せかけて、どこだ？鳥すき焼き。行きますか？鳥すき焼きですね。鶏肉の方向。これはきりたんぽですね。きりたんぽです。よかったね。よかったね。あ、ありがとうございます。ごちそうさまです。美味しかったですね。美味しかった。きりたんぽ舐めてたね。ん？舐めてたね、きりたんぽ。舐めてないよ。あ、してた。どういうこと？美味しいって。うん、美味しそうだなと思ってた。これ給食のイメージがあったからあんまうまないイメージだったけど、うまかった。給食なんて食べたことない、出たことないよ。あ、そう。これ剣でしょ、あれ。お前や。え、かわいい。かわいい。こっち見てるね。こっち見てるね。よそ者が来た。帰れ。行こう。次はどちらに向かってるんですか？あ、撮ってた。モンブランブランブランです。ブランブラン行くんですね。ブランブラン行きましょう。あら、まあ、ひときわおしゃれなお店がこちらですね。はい、一押しの商品となっています。単品から15個入りまでございます。すごいな。で、ショーケースにございますのが格の立てモンブランという商品で、カップに入っておりますので、お持ち帰りしやすいかと。せーので、ブン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 。これはモンブランプリン。プリン、イエーイ。正式名称は角野立モンブラン。あとなんか焼きモンブランも買いましたよ。ノベルティで、ノベルティもらいましたよ。それでニュート温泉行けなくなりましたよ。時間がなくなりましたよ。今からホテルに向かうんですが、その前に見てください、ザ・無人駅という名の無人駅。これは何ていう駅ですか？ごめんごめん。西生命寺。生命寺。うわぁ、すごいぞ。すごい。When the night ダンダン。すごいな。うわ、うわぁ、すいません。すいません、こちらで TV の消毒のご協力お願いいたします。はい、何これ。ちょっとした。大変お疲れ様でございました。本日は八雲のお部屋でご用意させていただきました。貸し切り露天風呂でございますが、それじゃオープン。おお、すげえな。はい、では、お疲れーす。見てありがとう。疲れた。いい音、のど越し。さて、それではお風呂です。お風呂はなんと、嫁蔵がこだわりにこだわった露天風呂。はい、それでは晩ご飯食べに行くんですけどもね、なぜ僕たちが、秋田に来てるかというとですね、昨年2022年にですね、日本一周行く言うてね、視聴者さんに会いに行くって言ってたんですけど、秋田県は残念ながら行っておりませんでした。だから、残り秋田県と山形県のこの2県は行ってないので、視聴者さんがね、僕に会いたいという人がゼロでしたので、嫁と一緒に2人で、旅行に行こうということで、今回はまず秋田行きます。で、次回に山形とかに行こうと思ってますのでね、
そんなことで秋田に来させていただきました。どうですか、楽しみやね、ご飯。あらまあ、ご飯は何やと思いますか。餃子。そんなおもろないこと言わんでよ。飯までが遠い。あの一周した。あれ。乾杯いたしましょう。乾杯。乾杯。あ、おひげが。クリーミーです。あ、よかったです。じゃあそのまま俺の食レポずっと2時間ぐらい見ててもらえるから。このカメラぶっ壊していい？ないよ。君がもう給料で払えないよ。それスプーンで食べるんだよ。よく気づいたね。うん。いつ気づくかなと思ってた。グリーンピースもあるよ。いらない、グリーンピース。髪の毛胃がくりみたいになってる。うん、いいな、いいな。前菜。もう何が何かわからない。ヒラメ。ヒラメ。うん。しばし。うん。肉。お鍋。お鍋。お鍋。はい、どうぞ見ていいよ。はい、それでは、ね、部屋戻ってきました。今からWBC 日本代表やってますので応援したいなと思います。韓国戦です。今ちなみにホームラン打たれて2対0です。見てみます。やってないじゃない。おはようございます。2日目ということでね、昨日WBC 日本代表勝ちました。イエーイ、おめでとうございます。ということで、今日はね、朝ごはん食べた後は帰るだけなんですけど、朝ごはん食べに行きたいなと思います。嬉しいね。はい、ということで、チェックアウトして今から帰ってきたいなと思います。一泊二日旅の旅行どうでしたか。ん？どうでしたか。よかった。よかったですね。リラックスできたね。リラックスできた。まあ年に1回ぐらいちょっとこういうさ、贅沢な旅行をしてさ、うん、まあ普段は俺はちっちゃいビジネスホテルに泊まってさ、そうだ、せかせかと次の県去年は行ってないか、うん、だから旅行って言ってもさ、なんつうの、その流浪に的なさ、うん、感じだったけど、うん、まあちょっとほんま今回ゆっくりさせていただいてね、うん、よかったですね。ありがとう。まあほんま服でもなんでもないようなあの動画やから、うん、これこそほんまにホームビデオ、確かにホームビデオチャンネルになってるけど、これ何を見せさせられてんやって多分今みんな思ってると思うけどもまあそういうのもたまには見せていきたいなと思いますのでね、うん、非常にいいお宿でした。ちなみに何ていうホテルか僕覚えないけど覚えてる。うん、ちょっとよく分かんなかった。知らないよね、うん、桜はついてたね。秋田の山奥のとこって覚えておいてください。はい、はい、では、そんなことでね、まあ、今から無事帰って、はい、また動画作りとかいろいろ頑張っていって、君も発想とかいっぱいありますのでね、はい、頑張っていってもらいたいなということで本日はねこれで終わりにしたいなと思います。どうも皆さんありがとうございました。拓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとかカレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。